君は忘れられるの。私は全力で行く。聞いてくれた人が私を忘れないように、その人の心にずっと住めるように、それが私のあるべき理由。私は演奏家だもの、君と同じ。僕は大切な楽譜を投げ捨てた人間だよ。奏者として失格だ。それでもまた拾い上げて楽譜に向かう。そうやって最も美しい嘘が生まれる。私たちまだ14だよ。思い切って飛び込もうよ。見てて辛いの。今の後世中途半端だもん。あの日から後世はどこにも行けずにいる。お母さん、私を見て、顔を上げて私を見て。下ばかり向いてるから五線譜の檻に閉じ込められちゃうんだ。無理かどうかは女の子が教えてくれるさ。まだ怖い？また下ばかり見てる。みんな怖いよ、舞台に上がるのは。失敗するかも、全否定されちゃうかもしれない。それでも歯を食いしばって舞台に上がる。何かに突き動かされて私たちは演奏するんだ。大丈夫、君ならできるよ。僕を突き動かす、力強く鼓動のように。君の音が聞こえる。君がいる。この先は暗い夜道だけかもしれない。それでも信じて進むんだ。星がその道を少しでも照らしてくれるのを。さあ旅に出よう。4月は君の嘘。この学校は好きですか？私はとってもとっても好きです。でも何もかも変わらずにはいられないです。二度とあの学校の生徒にはなれない。学校なんて大嫌いだったけど、でもお前と過ごした最後の一年だけは楽しかったんだ。この学校での生活、辛いことたくさんありました。時間の流れの中で変わらないものはなくて、それを知ったらもう動けませんでした。だからこの坂の下で立ち尽くしていました。そしてその背中を押してくれたのが智也くんでした。こうして一人暮らしが始まった。今俺は渚に支えられていた。それだけで腐らずに頑張ることができた。雰囲気変わったな。去年最初に会った時とは別人なのだ。渚は私たちの夢です。そして今日からは智也さんも私たちの夢です。これからお前にも苦しいことや悲しいことが待っているはずだ。俺たちなら乗り越えていけるはずだ。俺たちは家族だ。皆さんはこの町の伝承をご存知ですか？いいことがあった時や幸せな瞬間に光の玉が現れるんだそうです。もしかして今俺たちのそばにもその光があるんじゃないかって思ってさ。この町は私たちが生まれた場所です。私たちの町なんです。いいことなんてなくてもか。私にはたくさんありました。一番は智也くんと出会えたことです。渚、ずっとそばにいてくれよな。はい。あの現象を俺はリバイバルと呼んでいる。
決まって何か悪いことが起こる直前だ。もっと踏み込んで描かないと作品から見えてこないんですよ、あなたの顔が。なんか薄い膜で覆われてるみたいだから、藤沼さんって他人に心開かなそうだもんね。母さん何やってんだ、鍵くらい閉めろよ。戻れ。63年、俺はこのまま18年間をやり直すのか。思い出した、あの子は18年前の誘拐事件でいなくなった。ひなづきは殺される。カヨが月曜日に遅刻や欠席が多い理由、サトルは知ってるのか。土曜日が母親がひなづきを殴る日だから。早く家の中に入りなさい。探すんだ、俺が捕まるのが先か、奴を見つけ出すのが先か。どんな結末だろうと、ひなづきが死ぬよりはいい。サトル、正義の味方ってさ、結果が出たからなれるってもんじゃない。カヨが犯人だべ。うるせえ。お前はもうなってる。陰謀だろうが空腹だろうが、ひなづきが人の間を取るわけねえだろうが。勇気の出し方教えようか。あの黒も責任もわからないようなガキが一丁前の口聞くんじゃないよ。大切な人の笑顔を思い浮かべるんだ。サトルさんを助けてやれって言ったじゃん。サトル、説明して。途中で投げ出さなかったらこうなった。どうしてなの。サトルさんはやってないよ。やるわけないじゃん。サトルさん、僕なら助けられたはずなのに。誰も一人ぼっちにはしない、俺なら助けられるはずだ。その言葉、なんだかとても懐かしい感じだ。Ça t'a plu? Alors abonne-toi et découvre d'autres vidéos.